さあ、で始まりました、むちゃちゃね。さあ、はい、原さんですね。はい、Hi, everybody. はい、では、英語リーディングのですね、公表していきたいと思います。まあ、ライブやって、で、ネイティブも間違うレベルって言ったら、嘘つくんじゃねえ。間違うから。はい。まあ、ほとんどは正解したんですけども、難しいなと思ったものもありました。自信がないものもありました。はい、で、時間かかりましたからね、とにかく、ね。はい、かなり。いや、これ、だってそうですよ。これ、日本語で書かれてたって、めっちゃ時間かかるし、わかんないと思うんですよ、普通の日本人がやったって。だって、慶応東大、慶応東大ですから。はい。はい、両方のキャンパスに会いました、ね、そうそうそう。聞いてもらったやっぱり第5問が日本人にとってはとてつもなく難しい、まあ、これはね昔からいろんな英語を教えてる時も分かってたし習ってる海外で習った時もそうなんですけど人物が出てくるのってとても苦手なんですよ。まあでも日本人だからなんか馴染みがある名前だったかもしれませんし、なんでも想像できないんです。それが出てきてもで分かりました、外国人の名前だと想像できないって思ってたんですけど、うん、日本人の名前でもできないなっていうのはね今回やってみてよく分かりました。だからまあ第5問にとにかく時間かかってしまうで、第6問の B がやっぱ推測がかなり厄介、チリペッパーのやつですね、はい、っていうのがまあ感想ですね。でも何かか以下かそれとも同じぐらいなのかっていうやつなんですか。だから第6問の B はやっぱり難かったっていう感じで、ここ同じだとして第5問を考えた場合に第5問が時間がかかるというので、まあ、その分ちょっと今年の方がむずい。だからね順番言ったんですよ、僕は順番通りに解いてて分かんなかったら飛ばしっていうので時間かかったら飛ばすっていうのでやらないと、これが自分はね模試で解けてるからって言ってその題目をね、だから5を前の方に持ってきてた人たちもいましたけど、それは危険です。やってってむずいと思ったら変える。そうだから順番はね言えない、どれを飛ばせばいいかとかどれを諦めたらいいかってめっちゃコメント来てたんですけど、それ分かんない、蓋を開けてみなきゃ。だから第6問を飛ばしに行きますって言った人ね、第5問でとてつもなく時間かかっちゃった人もいるわけですからね、うん、はい、というのが全体の感想です。だから5問を早めにやった人はかなりきつかったかなと思いますね。でも 6A もねむずいのあったな。そうだ、だから6がやっぱ AB がやはりちょっときついなっていう印象でしたね。では行きましょうか。はい、第1問と最初が4インターナショナル内で質問が To join the event free of charge you must show proof that you are a TELS student が4が正解だったんですけど、パセッジ中に present your student ID at the reception desk でありました。次が1番ですね。 At the event you can learn about gestures in various cultures の1が正解ですけど、はい、これは gestures は特に hands だったんですけどね、their hands to communicate というのがあったんで、はい、ジェスチャーだっていうのが分かりました。はい、続いて、1の Bですね、はい、ホッケーとかってやつだ、はい、確認する場所がやたら多いす、ね、すごい多いですね。そう、ここに全部印つけてあるんですけど、はい、最初が Yentonville has 4が正解ですね、はい、アートギャラリーとコンサートホールがあるってありましたからね、yeah. Burton Concert Hall とアートギャラリーで、アーツってあるから、うん、Visual Arts と Performing Arts だから、はい、あ、なるほど、そこからも推測できます、うんうん、見るやつと、ね、Art は書いてあるものだけじゃないです。そうね、はい、次が On the three tours you will で、これが厄介で Spend time both indoors and outdoors、 そう、インドアとアウトドア両方、 Mayor's house and the beautiful garden、はい、Walking a short distance to the artist avenue とか、そうですね、ありました、 Open air facility と、はい、In the arena、全部のやつに2個、少なくとも2個、そう、少なくとも2個あるっていうのでめんどくさかった。で、5番が Which is the newest place in Yentonville you can visit on the tours で、例えば18世紀とか戦後とか、うん、で、一番新しいのが Completed last fall なので、うん、Yentonville Hockeyville Arena だから、あ、ハッキーアリーナか、だから1が正解、うん、いろんないつできたのかいっぱい書いてありまして、で、うん、last fall が一番最近で、うん、確認する場所はとても多いですね、本当めんどくさいですね。はい、第2問。Strategy Game Club。そうそう、王将とかチェスの駒とか碁とかがね、はい、載ってたやつでしたけど、最初が According to the flyer, which is true about the club? The absolute beginners are welcome. そうですね、これが6が1番ですね。そうですね、だから Regardless of skill level とかね、You're welcome to join っていうふうに書いてあったし、あとはコメントにも I was a complete beginner when I joined and I had no problem って書いてあったんで、はい、でも according to the flyer なのでこっちの方の根拠が、はい、まあ、一応上の方、7番 Which of the following is not mentioned in the, as a club activity? Playing matches against computers、はい、コンピューターとっていうのは書いてないです。 Play online against club friends は against computers にならないし、うん、Analyze games using computer software は play ではないので言及されている。2つというか、まあ、書いてある情報を使って
てそこを混ぜて引っ掛けを作るって、まあ、トイックもやるやつですねこれはね。 One opinion stated by a member is that これが8番で、はい、意見を言うやつですね。 It's cool to learn how some games have certain similarities. Comparing different games is interesting. これが似てるっていうのと比べるっていうのですね。これもトイックもやるやつです。似ているってことは比べてないと似ているって言えないんで、うん、で cool っていうのを interesting って言いますね。でこれが opinionなんですよね、はい、意見、事実じゃなくて意見、その意見を言うような形容詞とか助動詞がヒントになったりしますね。シュートとかね。9番 The club invitation and members comment both mentioned that strategy games help improve one's concentration. フォーカスってあったやつですね。 Skills such as thinking logically and deeply without distraction. Without distractions だからね、他のところに目がいかないと、My mind is clearer, calmer, and more focused in class. フォーカスできるっていうので載ってました。2箇所載ってましたね。はい。Toy goal. This club is most likely suitable for students who want to improve their skill level of playing strategy games.、うん、箇条書き。Learn basic moves from demonstrations by club members.他にもそのようなことですね。 Practical strategies、はい、コメントのところに、はい、まあ、この辺はまだまだ優しめでしたけど、 Travel insurance、 これもだからまあ該当箇所がいっぱいあってめんどくさいやつですけど、この文章自体がレビューで Which of the following is true? で、 1. Day and night medical assistance is available with the most expensive plan. The most expensive plans っていうのがこの Premium plan, Premium plan ですね。だからこれがあの言ってた、そう予想した順番をバラバラにしてくる、うんっていうやつですね。三段落目から行かないといけないですから、ね、うん、スキャニングしろってことなんでしょうけど、はい、で Day and night が24 hours の言い換えです。 24 hour medical support ってあるので、はい、1って選びます、はい、で次はこのノット問題ですね。これが出てくるとまたいろんなところを見に行かなきゃいけないのでめんどくさいと。そうだからこれが、まあ、今年は難しくするテクニックだろうって僕が言ったやつですね。いろんなとこから答えの根拠を見つけなきゃいけない、うん、ただし、はい、ノットはその間違ったところに出ると、あ、これがもしかして、そうそうそう、なので email support がそのスタンドプランに出てチーペストオプションにはなかったから、これが結局正解ですね。そうそう、でただまあこの3つを結局はみんな見に行ってるはずなんで、絶対イマージェンシー・トリートメント、トリートメント、テレフォン・ヘルプデスク、トランスポート・アシスタンスですね、うん、はい、っていうのもそれらはタクシーと書いてあるんですよね。そう書いてあるんで、だからそれらをテレフォン・サポート書いてあるし、イマージェンシー・ケア書いてあるし、トリートメントとケアの言い換えですね。トランスポート・アシスタンス、トランスポート・アシスタンスはタクシーって書いてあるね。ここはあの結局完全に出すわけではなく割引をしてくれるから、うん、その割引でもアシスタンスと言えると思うので、あとは手配、うん、でも無料ではないです。トイさんが2つ選ばなきゃいけないやつですけど、はい、マンスリーペイメント、そうですね、1の They allow monthly payments はそれぞれ全部書いてあったんで、うん、$75、はい、あとはこっちにも They accept any form of payment usually on a monthly basis っていうのもありますね。第2段落 ね、はい、でオンラインが I signed up on the internet based registration system っていうのが分かる。AND は13が1番ということです、はい。で14番が The writer's opinion of her chosen plan is that、 そうですね、これが option for cost reduction was attractive、 そうですね、 It was nice to get the optional 15% discount because I paid for 6 months of coverage in advance っていうのが4段落目にあります。でそこから分かるって感じ、ね、It was nice か opinion 形容詞ですね、はい、attractive になってると。 Which of the following best describes the writer's attitude 集段落とかいろんなところにあるね、はい、一番最初 To consider beforeTraveling abroad, pack appropriate clothes, prepare your travel expenses, don't forget medication. 最初のところにいろいろこれ準備しとけって書いてあったんで。え、これは全部 travel preparation ことに入ります。そうそうそう。インシュランスがどれだけ重要だったかとかね、いろいろ書いてありますね。いろんなものが書いてあったんで。まあ僕はもう第一段落でもこれにしちゃいましたけど。第3問ですね。はい、文句がいろいろと出てたやつでございます、はい、この A2 でしょってすぐ選んだんだけど、まあ揉めてますね。間違いなく2ですね、うん、本文の中に We stopped a man with a pet monkey for help. We took a photo with him and said goodbye. そして次は When we got back to Sakura City Hall で、3にはおそらくこれが Sakura City Hall だろうと思うので、うん、ここにいないわけですよね、彼と一緒に写真撮った時だから、猿がいるのがもう2しかないですね、うん、みんなここのルールがどうたらこうたらって、いやルールなんて分かんなくても答えこれしかないじゃんってこと、はい、でそれがだってブログに載るでクリックして見れるって言ってたでしょ、うんうん、確か One of our photos is set to be on the events website そう、うん、って言ってるので、なんでさっきの写真の中でなんで3人が写ってなきゃいけないからとかっていうさ意見が来て、いや全部写ってるじゃんってね、猿のおじさんと市役所にいないところで
決まります、うん、そうそう、まあ、僕はもう読みましたけど、そう、まあ、答えには関係ないです、はい、で次が You're asked a comment on Susan's blog which would be an appropriate comment to hog です、まあ、こういう問題が出てくる、まあ、次の問題とかもそうだったんですけど、いわゆる書かれていないけども、まあここから言えるよね、逆にこの、You reach 19 checkpointsは別のグループが19チェックポイント、だからこれが違う人のことを消去できますけど、そうそう、だからこういうのって消去していかないとなかなか難しいっていうのがあって、これが多分25年度以降の共通テストで結構出てくる、まあだからティープが作られた時もこういう問題が結構あって文句がいっぱい来たんですけど、いやそれでいいんですって言ってティープの出題者たちは言ってたんで、はい、だ同じ状況だろうなと思って、もう一つここに I want to see a picture of you wearing the gold medal、 ゴールドメダルは多分だからその一番多く取った人が取るものですし、このパッセージの最後に It reminds me of the man's warmth and kindness, our own quotes gold medal、 だから本物のゴールドメダルじゃないから、それが 見せるものではないから、そうです、そうです、でアップグレード your phone とかも意味が分かんない、が悪かったから今回は綺麗だったっていうのはそのようなことは全く書いてないし、うん、そうです、だから次ですね、これがまあ悩む人も多かっただろうな、この 1,2,3,4 ですよね、はい、これらもうこの文いわゆる本文には出てきていない、出てきていないけど本文に書かれている情報からこうでは言えるよねっていうのを出す、こういう形の問題はあまり見たことないですね、だから多分これが初めて出すから、だから優しくしたんだと 1,2,3,4 で逆にそう逆に逆に違うだろうと思うんですけど、でも明らかに合ってるので、そうそうそう、優しくしたんだろうなとちょっと思いました、神経式、はい、だからもし来年出るときはこれ難くしていくんじゃないかなとちょっと思ってます、なんで多分だから初めての形式だったんで相当難しかったと思います、受験生たちは分かんない、そもそも書いてないじゃん、うんなっちゃうんで、この3と4はその3はキャンピングと4は星空を見る話、うん、この In the evening we studied astronomy、 そうすると星の言葉を先に出てきて、うん、We put up tents が後に出てくるんですけど、うん、でも星についての細かいことは後だから、うん、だから3、4の順番にしてそれは正解になる、うん、だから僕自身もまあキーワードだけ拾ってどうせ書かれてないと思ったんで、うんうん、キーワードだけ拾ってそれでパッ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 と見ていきました、うんね、だからいや難しいと思いますよ、この、はい、なんか形式では慣れてないと思いますね。 From the tour, Yuzu did not learn about seasonal weather some of the South Sea Island. Not のやるやつですね、はいはい、で出てこなかったやつが、はい、Trees and plants はジャングルを通った時、はい、Marine ecosystem はその海の話もあって、うん、Nighttime sky の話もありましたから、はい、Seasonal weather については書いてなかったです、はい、だから3番が入ってないっていうやつですね、もうこれも全然悩まなかったんですけど、ノット問題いっぱい出てきましたんでね、That はとにかく時間かかりますね、はい、23番 On the way home, user looked up and most likely saw most likely 推測です Just a few stars in the night sky、うん、でこれは一番最後の I looked up at the moonless sky and realized what Mr. Leach had told us was true. で、その一つ前の段落に He explained that humans have created so much artificial light that hardly anything is visible in our city's night sky. 都会に住んでてほとんど何も見えない。で、彼は帰った時に何を見たかというと、ほとんど何も見えなかった。それは Just a few stars っていうのでこれ分かる、東京に住む人とか神奈川に住む人はこういう日常的にも感じる、はい、だから2番ってことですね、だからこれも、はい、まあ、間違った人はいるだろうなって思いましたよね、続いて第4問ですね、まあ、照らし合わせをいっぱいしなきゃいけないことだと、こんなに情報4ページ分あるわけですが、まあだから最後のねやつなんかはハンドアウトなんで、トリプルパッセージといえばトリプルパッセージだけどっていう感じですよね、はい、最初が Sin framework, what is it? A model to follow when planning classroom environments ですね、はい、で本文には、一段落目は Is a framework that might be helpful to consider when designing classrooms で、それぞれの言葉が言い換えられて、はい、3番、うん、Choose the best option for 25 Stimulation の観点から Cover the floor with a colorful rug and Reduce displayed items 壁に貼るのを減らせみたいなの書いてありましたね、第2段落が Stimulation について書いてあって、うん、4つの壁を全部塗るのが多すぎて One wall って書いてあって、うん、It can be visually distracting to have too many things displayed on walls なので減らす、はい、次が26が Remove しなきゃいけない、だ間違った情報として載ってるのは何って
これは今度は26が naturalness の観点からで naturalness の段落がそのページの下の方にあって light と temperature についてのものに限るからソファの位置は light と temperature と関係ないので D が正解ですね、はい、D が4になるのかな、はい、で27 The majority of members で正解は nap そうですね寝てることですね、はい、これは38人のメンバーがグラフにあってスリーピングは32人だからこれが半分以上だからマジョリティとも言えます、うん、誰がコメントしたかっていうと Use the room for sleeping、ね、これもなんかトイックだったらもう典型的な照らし合わせ問題なんで、うんまあ、あんまグラフでは出てこないですけどでもまあはいはいはいみたいな感じでしたねで次が Choose the best option for 29 Based on both the graph and これが Language rule ですね、はい、日本語喋っちゃってるってやつです、ね、Also lots of members speak Japanese これが S3、はい、なので3はいっていうことです、はい、まあ第4問は比較的解きやすかったと思いますけどねはいで第5問がこれが、はい、ストーリーでみんなが困ったやつです出来事のね起こった順番っていうのが非常に厄介だと思いますねこんだけページ使わなきゃいけないわけでしょ 1,2,3,4,5 5ページ30から32はその出来事を並べるってことですよね、はい、これがまあ難しかったでしょうね一番時間かかったのがこれだと思います多くの人が卒業してから起こったことっていうのでまあそれなんか引っ掛け出てくるかなと思ったんですけどそもそもマキはユニバーシティディグリー取ってないんであそうだね5つのうち4つ使って3は削除します、はい、最初がマッキー starts working in her family business そうですねあのレストランみたいな大学に行こうとしてで結局1年後に再会した時に辞めててお父さんが病気になったからレストランの仕事をしてました、うん、マッキー had abandoned her plan to attend university because she had to manage her family's restaurant だからこれは27ページの頭で、うん卒業の1年後までに、ね、諦めたんですね、うん、5番タクヤTakuya is inspired to start his own business ですね。はい、これがやんなよって言われてですね。自分で焙煎して販売する。はい、まあ要するに、マッキーにそのレストランで出会って相談してから起きたことだから、うん、4番の後に起きることはわかります、はい。で、問題はこの2と1なんですよ。そこがどっちだっていうふうに多分なるんですけど、か1は Gets in touch with Takuya と Kasumi becomes vice president of her company。Vice president となったのが、なんか今年みたいな。I wouldn't be vice president now without Maki. そのちょっと上、これ28ページ。Since then, she had steadily climbed her way up the company ladder until she had been named vice president by Butella this year. そうですね、今年っていうふうに。They had been named, だからこのやり取りをしてる1年前以内。なのでとにかく前ですね、はい、連絡を取ったのがつい最近じゃないまたね全然違うところに書いてある26ページ Takuya's phone vibrated It was a familiar name Kasumi Kasumi はい Takuya なので I saw your name in the paper Congratulations あでもこれが Takuya に対してそう連絡しているんで、はい、だから Takuya が成功した後に、はい、だから自分のビジネスをやって成功してで連絡を取ったでこれがでラストマンスって書いてあるThe high school reunion. 先月っていうのもヒントになると思うんですけどね。2と1がむずいかな。書かれてる場所も全然違うし、バラバラだし。で、次が、late 30s ですね。はい、これは、How old is Maki? で、結局、18歳で卒業して、20周年卒業パーティー、うんはい、プラス1ヶ月。4月2日に生まれても、18プラス20プラス1で39。うん、なので、やっぱり30代。はい。Choose the best options for 35 and 36. Maki provided Takuya with encouragement and 彼が彼のコーヒー豆を自分のレストランで宣伝したから、これが made the product known to people. Make known to は宣伝する。と、カスミについては、ワークショップやればいいんじゃないの?これが28ページの頭にあって、これが proposed a successful business idea. Successful というのは、vice president になるほどサクセスフルだったし、うんね、なので35は1 36は2、うん、ベストオプションフォー37はカスミ and Takuya experience an uncomfortable silence on the phone because they これが28ページで The conversation became silent as they wordlessly communicated their guilt then カスミ had an idea so guiltは、regret の言い換えになって、はい、regret not appreciating their friend more、はい、37は3 38 In the final scene, Kasumi uses the word irony
with Maki. The irony is that Maki does not... 28 ページ。The irony is that you couldn't do the same for yourself. で、その一つ前の段落に You made us aware of our gifts. Gifts は talent の言い換え。Make us aware は recognize。で、You couldn't do the same for yourself. だから her own。なので、全部言い換えがあって、38は2です、はい、まあそこに気づかなくても俺もストーリーでそうこうじゃんって思いましたけどね、うん、はい、アドバイスするそれで他の人を成功させるのに、うん、自分はだからコンサルになりゃいいのにっていうやつですね。 She liked that idea. Maki's counseling. そうだね、counselor かな、カウンセラーになればいいってことね、うん、第6問 A、はい、Perceptions of time、はい、で最初がChoose the best options for 39 and 34. そのそれぞれの段落に名前をつけるとすればっていうことですが、うん、で、types of time、time と psychological time の話をしてるから、うん、種類ですね。はい、39は6ですね。あ、はい。types of time、ね、はい。で、40が4段落。Your emotional state can influence your awareness of time. Influence が effects で、emotional state が feelings なので、2です。はい、40は2です、はい。ということで、言い換えガンガンやってきてます。Choose the best option for 41. Time speeds up when we mature, but a 1. Major lifestyle change at any age will likely make time slow down. 劇的なものがあったら子供の時と同じようにゆっくりになるよっていうのがありましたね。33ページですね。This is not always the case. Daily routines are shaken up when drastic changes occur, such as changing jobs or relocating to a new city. In such cases, the patches of time for those people is similar to that for children. で、この前に children は slow ということが分かったので、ある意味では cross-reference だけでも、これが正解です。41が1番。はい。で、42が。Example。だから、retrospective timing はどういう特徴かっていうと、反省して振り返って、見てるもので、How many hours you worked today? そうですね。はい、42が3番。で、43は間違えたんですが、はい、Perspective timing。32ページ。Perspective timing. It is used when you are actively keeping track of time while doing something. While doing something, keeping track of time. この定義からすると、Guessing how long you've been jogging so far. Have been jogging so far. なので、その、ジョギングしてる最中で、じゃあどのぐらい時間が経ってるのか、これが keeping track of time while doing something に当てはまるので、これが正解です。なるほど。43が1番、うん、悔しいです。悔しいです。はい。で、6B。What is the first characteristic of wasabi on slide 2? これが、44は4番、light compounds。言い換えになってて、36ページに、wasabi is that the spice compounds in it are low in density。low in density、軽い。うん、なので light compound、まあ、密度が低いから軽ければ気体になってでそれが鼻に上がる、うん、Which is an error found in slide 3正しくないやつですね、はい、はい、Makes you feel less stress D が4番、はい、だから45が書かれてないですね、逆のことは書いてあります。36ページの一番ですね、はいはい、It is similar to what happens when they experience stress or pain from an injury なのでストレスを感じると同じ現象が起きるから less stress ではなくてストレスが発生します。その後カプサイシンはねペインを減らすって書いてあったしエナジーもその次の段落かなに書いてあってフールポイズニングもその下に書いてその次の段落です、ね、米になんか唐辛子入れて虫が湧かないとかしませんか。やりますねありますねそれね、はい、次がネガティブの方ですね、はい、なんかで、ね、これもポジティブめちゃめちゃめんどくさくてネガティブはなんかちょっとの部分で2つ答え出せるんかいみたいなね。45番はこんなにたくさん見て1個しか答え出ないのに。 But they can also be bad for our health. But can they also be bad for our health? Reported experiencing upset stomachs と numb hands なんで、そうですね、ストマックペインと loseFeeling in your hand. 何はしびれる麻痺するですね、うん、はい、だからそこで、はい、まあ2つ簡単に取れたんですね、うん、ただ何もやっぱ知らない人とかは絶対いるんで、はい、そして問い4、そこが一番すごい悩んだ tolerance、はい、結論から言うと3番ですね。 What can be inferred about tolerance for food spices in slide 5? 根拠は最後の段落。 Luckily, the discomfort some people feel after eating spicy foods tends to go away soon, usually within a few hours. で、この some people は people with a low tolerance to chili peppers。 チリペッパーを食べて辛いなと思う人が全員じゃなくてその世界のうちの some people、うん、goes away within a few hours。 つまり
数時間経ったら慣れる。なるほどね。普通に get used to だったらもう何回か食べたら慣れるけど、この問題の解釈は時間が経てば辛くなく感じる。そう、多分だから多くの人このヒートもね、熱のことだと思って、熱くなくなるだと思ってるんで。あ、でもスパイシー、 I want it hot. You mean the hot spicy or hot temperature? そうそうそう、どっちなのってなるんですけど、うん、でこれ読んでたらその意味で書いてありましたかね、ヒートがね、うん、辛さの意味で Scoville heat units、 多くの人気づけば多分だから暑さだと思って間違いんじゃないかなと思いましたけどね。まあ1とかね、はい、もうね結構厄介でしたけどね。Closing remark。 これは僕としてはもう全体で、それ正解以外はもうちょっとなんか細かすぎて、あるいはバカバカしすぎて。49は5番。 5番。 When someone offers you some spicy food, remember it has some benefits。 そう、ベネフィッツもあるよ。もうこの最後のディンダンラック以外は全部ベネフィッツの話してるから、そこを一番アピールしたいと。厄介なのがそう、 remember っていう風に同じ形書いてあるんで、うん、だから、あ、逆に同じ言葉を使っていれば違うだろうと、そうそう、引っ掛けだろうと、逆にできない人が正解選んじゃうとかも起こり得るなと思って、ただまあここまでたどり着いてる人が少ないと思うんで、まあそのデータは取れないまま終わるんじゃないかなと思ってますが、はい、という感じでした。まあとにかくめちゃくちゃ探しに行くのがめんどくさい。つまらないって言ってましたからね。ティリアスって言ってましたからね。ツアーのところでもう6カ所確認しないといけないから。めちゃくちゃめんどくさい。だからこれ時間がかかってます。これなんですよ。もう問題を確認、こう見に行ってやらなきゃいけないところがたくさんあって、で、しかもその順番がバラバラになったものがいっぱい出てくるっていうのが僕の予測だったんで。はい、で、予想と違ったのは、めっちゃ書かれてないことから推測するのが出ましたね。まあこれが多分来年以降。はい、出てくるパターンだろうな。去年はリスニングに出てたんですけど、今年はリーディングにも出てきたんで、書かれてることから書かれてないことを推測するが出てくるということで、カラさんに他はやってもらいました。はい、ありがとうございました。お疲れ様です。じゃあ次回東大英語で、もしくは京大で、はい、はい